はい、このようにして追加の部分を塗りつぶしましたので、先ほどマイナスした部分のところだけ消したいと思います。それでは設定を行います。ツールバー一番左のツール選択ボタンをタップして、上から3番目の投げ縄ツールを選択タップして、続いてツールバー右上の黒い部分の右から2番目の範囲選択反転をタップします。そうすると背景の方に点線の動いているのが分かります。それでは消したいと思います。消す設定を行います。ツールバー一番左のツール選択ボタンをタップして、ブラシを選択タップして、切り替えボタンをタップして消しゴムに選択して消していきます。まだ塗りつぶしてないところがありますね。